黒猫ジジのですね、謎に迫ります。黒猫ジジはですね、キキの相棒だったんですけども、突然喋れなくなりました。で、キキの魔力がですね、復活したラストシーンでもですね、まだただの猫のままなんですよ。なのにキキはですね、それでも構わないと思って微笑んでるんですね。このシーンなんですけども、ジジって話しかけてもですね、ジジの目が獣のままなんですね。動物のままでキキはちょっと寂しそうに微笑むと。これがそのお話のラストシーンです。で、なんでジジは喋れないままなのか、なんでキキは寂しそうに微笑んでるのかですね、大きく分けてですね、説は2つあります。1つ目はですね、原作派の人たちのですね、キキが恋をしたからですね。原作にもですね、その魔女が恋をすると、その一緒にいつもいる黒猫と喋れなくなるというのが書いてるんですね。で、もう1つのですね、派閥はですね、キキの魔力、つまり子供時代、イノセントな時代というのはもう帰らないから、これ僕はさっきの原作派と別に成長派と呼んでます。キキが成長したからもうジジと話せなくなったんだ、もうジジのような、なんだろうな、存在は必要なくなったから。これはまあすごい説得力があるんですけども。チャンネル登録お願いします。